ドラさん見に来たんだ。もう始まるでじわ。ラーがじわ始まるよ。始まるで。よいしょ。難しいな、なんかなかなか当たらんもんやね。はい、ちょっと手借りるで。12番あんた12番ね。12番踏んでるぞ、きっと。あみだくじ。はい、え、うわぁ、ローヤノワールは、これまた、これないで、これロイ君。はい、ということで阪神ジュベナイルフィリーズということで、阪神の芝1600m 外回りということで、今回もワイド 1.1 万円、いきたいと思います。まあ、しかしこの秋の G1 は一番人気がほんと来ないですね。まあ、先週もチャンピオンズカップ、単勝 1.5 倍、帝王ケインズが、ぶっ飛ぶということになりましたんで、ちょっとまとめてみたんですけども、いやー今年は未だに副勝率 25%、 いやこれ過去10年見てもこれ 50% 切ってる年これ一切ありませんので、いやー今年はちょっととこれどうしたもんでしょうか。まあとはいえ、一度乗り込んだ船、ですから、この秋は一番人気をもう買い続けるということでもう心に決めておりますので、今回も迷わず9番リバティアイランド、川田騎手、これをもう信じるということで、ワイドの1投目はリバティアイランドでいきたいと思います。
相手なんですけれども、もうこれ一投だけ選ぶとするならすごい迷いますね。迷うんですけど、まあ17番ウンブライルですか、ウンブライル、これ横山武史騎手、これ追い切りのってもう衝撃を受けたってコメント出してますよね。もうエフフォーリア、タイトルホルダーと比べてももう背中の感じもう全く遜色ないっていう、もう2歳の時点でこの評価ですから、まあ横山武史騎手結構正直に言ってくれる方なんで、これ本当に衝撃受けてるんだと思うんです。ただですね、新馬戦とその次の、2戦目ともに出遅れるんですよね。スタートしました。バラついたスタートになっています。まずは外から12番ハンデンリリー出ていきます。スタートしました。5番のウンブライル、ゴムから少し遅れたくらいのスタート、少しクリストフルメール騎手は促すような仕草。まあ新馬戦とか条件戦とかだったら、まあこれぐらいの出遅れは道中でカバーして徐々に押し上げていって、直線勝負という形で、まあ実際どっちも勝ってますので、もう強いのは分かるんですけど、 G1 でこれぐらいのスタートだとちょっとやっぱり、厳しいのかなということで、まあ、同様に18番のラベル、この馬も出遅れてしまうということで、まあ、ポンと普通に出ればですね、もう17番18番これも圧倒的に強いとは思うんですけど、やっぱり2戦とも両馬出遅れてるということであればちょっと危険かなという感じで、ちょっとまあ強いのは認めつつ、この2頭は消しということで行かせていただきます。ということでワイド 1.1万円、9番リバティアイランドの相手に選んだのは、ババ状態展開含めてこの馬しかいないということで、この馬にしました。スタートしました。おっと、1番のアポロパシュートがゲートの中で大きく煽ってしまって、後方から、そしてモンテイドラも後方からです。オースタートは2番サンティーテソール。スタートしました。ホーントコーダシ4番サンティーテソール、今日も行きます。相手は1番サンティーテソールで行かせていただきます。天性のスタートセンス、まさに飛び出るスタート、未勝利1勝クラスと逃げて上がり最速、阪神外回りも問題なし、まあ、これだけ開催を重ねているにもかかわらず、今年の阪神は未だに内が伸びる馬場状態であります。まあ、花を切るのが理想ですけれども、11番イティネラートル、12番リバーラあたりが絡んできても問題なし、まあ、番手でも十分自分の競馬をすることが可能なんじゃないかと見ております。1枠1番から最短距離、外枠勢が距離損するのを横目に二の足を繰り出して内からしぶとく足を使ってくれるはずです。まあ、ちなみに前走で、レイコンも8秒差4着に任したマスキュリンという馬がですね、これアルテミスステークスにも出走しておりまして、勝ち馬ラベルからほぼ同じ0コンマ9秒差でゴールしております。まあ単純比較はできませんけれども、サンティテソーロも十分重賞制覇の実力が、まあ、すでに備わっているんじゃないかということで、考えております。ロイくん、じゃあロイくん思い切ってバンバン消していって、馬消していって、はい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 、
えい。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 はい、これで9と半分消したね。なるほど。今回はだよね。はい、ということで今回猫が消さなかったのがこの9頭ということですけども、まあ、ちょっと4枠の2頭ですね。これはちょっとまあ厳しいと見て、まあ、追加で消させていただきますので、残った馬7頭、これも全部飼うということで、猫の飼い目はこの7頭ということでさせていただきます。勝負やな、ほんなお互い。ロイ君、頑張ろう。よし、握手。握手。よし、頑張ろう。